はい、皆さんこんにちは、ワナレグルビシです。では今回はハートオブアイアン4現代モッドドルクオーゲンプレイの続きをやっていきたいと思います。今イランと戦争中なので、このイランとの戦争をまず確実に勝利していきたいというところで、陸路から進んでいる部隊と強襲上陸して沿岸に張り付いた部隊、2つ今戦線がある状態なので、この戦線をまず1つにして拡大していこうという動きになります。では早速時間を進めていきましょう。であとですね、進めながらなんですけども、海軍、これをですね一部新しく、ロードアウトしている、艦艇を追加して、この第一艦隊をインドの沿岸に展開していきます。ムンバイ周辺ですね。で国家方針なんですけども、この後は資源への特化を行ってですね、閉じちゃいたのでもう一回開いて、製鉄所、石油、アルミニウム、ゴム、レアメタルと進んで、この先もちょっと方針もうお話しちゃいますと、一番欲しいのがこの兵士募集戦略が欲しいんですね。この兵士募集戦略何がいいかというと、徴兵可能人口補正 20% のボーナスがつくので、この後対戦を行っていくという意味ではこれ欲しいです。で、ポーランドが有利出す。ポーランドが有利出すかはちょっとびっくりニュースですね。で、余った海軍の交渉に関しては、母艦を作っていきましょう。で、あとはですね、この後の戦いで補給が厳しくなるとき必ず来ると思うので、輸送機、これも作っていきます。で、あと今足りていないのが、支援装備足りていなさそうなので、支援装備に少し工場割り振りましょう。でこの後現代戦車も欲しくなるので、少し数を増やします。さあこんなところですかね。でこれに伴って資源が調整が必要なので、資源を調整していきます。鉄も少し減らせるのであれば鉄を減らしましょう。こんなところですかね。戦争の方は全然見てないけど大丈夫なのかな。一応今2つの戦線いつの間にかくっつけてくれてますね。問題は特になさそうです。じゃあこの間にまずは参謀空軍ですね、艦隊ですね、空母艦載機を入れます。おお、言ってる間に終わったな。でこの後パキスタン、インドと戦っていきたいので、パキスタンへの陸路は直接確保したいので、ですね、脱場させていきましょう。こんなとこかな。こうすると海岸沿いを、進んで、ペルシャ湾の海岸沿い、沿岸を進んで、パキスタンへの陸路が確保できますね。で、残りは、属国化しましょう。海雷国。これで OK だ。一旦時間止めて、パキスタンに早速宣戦布告、その準備を始めていきます。でそのパキスタンの戦力なんですが、師団数マックス51か。それなりに、持ってますね。強いですね。で、海軍交渉余ってるんで、ここはこの先輸送船が必要になることを睨んで輸送船を作っておきます。でさらに母艦増強。こんなところかな。それに伴って資源不足が起きているので、調整をかけましょう。鉄が足りないね。こんなところですかね。で、あと国家方針は先ほど話した通り進めていくので、空いているところにまず軍事装備だな。これ歩兵装備の設計を早めるボーナスがつくもの、さらに工業もボーナスがつくものを入れちゃいましょう。おお、これでなくなったか。一旦じゃあこの後は大国に対して、この後のパキスタンへの侵略戦、インドとの対戦、これの支援を取り付けるために外交を展開しておく。で、まあ、周辺国がね、敵に回られても困るので、エジプト、サウジ、この辺りにもしっかり送っておこう。で、中国がインドに入られてもきついので、取り込まれても取り込んでもきついですからね、中国にも送っておく。さらに我が日本、ここにも送りましょう。でちょっと中途半端になっちゃいましたが、
研究の方はこの後補給中隊を中心に入れていきます。インドとの対戦はね、多分大規模な軍を動かさないといけないと思うんですけども、その軍を賄うためにどうしても補給力をね強化しておきたいと思ってます。さあこれでじゃあ時間をガガガガと進めていきましょう。あ、その前にだ、パキスタンに軍の展開をしていっちゃいましょうかね。パキスタンにはそうだな、精鋭の第2軍を派遣しましょう。精鋭中の精鋭第2軍、しっかりね第2軍がレディを乾杯まで持ち込んでもらわないといけないからね。それにあとそうだな、第5軍を導入しますか。第5軍を導入して北部まで一気に戦線を拡大してもらいます。 OK だ。あと空軍も、もうこの後移動開始しちゃいましょう。こんなところかな。 OK ですね。そうだ、あとですね、そうだそうだ、ゴールデンウィーク、来年のですね、まあ、気の早い話になっちゃうんですけど、来年のゴールデンウィーク、バンコク行きのチケットポチりました。6泊7日だったかな。29日から1月の5日までだったと思います。6泊6日？うん、6泊7日かな。航空券だけ取りました。まだホテルはちょっと取ってないんですけど、もう航空券はね、おそらく年末年始の休暇が終わっちゃうと一気に跳ね上がってくると思うんで、次のゴールデンウィークに向けて皆さんね、計画をいろいろ立てられるんじゃないかなと思うので、ちょっとその前のタイミングで予約だけもしちゃいました。楽しみですね、これは。でも楽しみ。でも気の早い、さらに気の早い話なんですけど、シルバーウィークも取ろうかなと思ってるんですけどね、シルバーウィークまだ3万円ぐらいで取れますね、バンコク行きのチケットが。このまま行けばですね。国家方針は先ほどご説明させていただいた通り、資源のね、自己採集力を高めていきます。で、この間にですね、一旦徴兵制、確認をしていきましょう。まず補給中隊を入れる。正面戦闘幅20、30、40の幅で調整しようと思ってます。補給中隊はもう全員入れていく。問答無用。自動車化歩兵、機械化歩兵を中心に、20で入れるんだったら30までなんとか持ってきたいかな。30で調整しましょう。で、生産のラインはこの後見直しを、自主的に変えていきます。まあ、自主的に変える以外にどう変えるんだっていう話なんですけど、あと突破力高めたいので支援砲兵、いや支援砲兵入れるとでもあれだね、足が遅くなるね。やめましょう。足の速い軍っていうのはどっかで必ず欲しくはなるので。で、ここはもう戦車でね、ゴリッゴリに固めていこう。で、もちろん整備と、ここは補給を入れましょう。これで、どうだ ?30 で調整ですね。で、砲兵。ああ、砲兵20でも固まってるね。じゃあこれはこれでいく?まあ、ただね、インド軍との戦いを睨んだ時に本当にこれで十分なのかっていうね、疑問はありますよね。もうちょっと、まあ、強化しておいてもいいのかなっていう気はするので、そうなると、ここを40ぐらいにできればしたいかな。自動車化歩兵を入れて、自動車化歩兵、ああ、足りないね。何が足りないかというと、陸軍の経験値が足りないのでここは我慢しましょう。で、陸軍のドクトリンはこの後四州か現代電撃戦、まあ、ここは現代電撃戦かな。
まあ、なんといっても割と機動力のある部隊に近代化改修終わってますからね、装備品とかが。ここは自分たちの方針を信じていこう。でも軍はね、砲兵は砲兵みたいな形で今もまとめてないので、まあ、ガッチャンコしちゃってるんで、まあ、適当に配備をして必要に応じて、再編成を行います。では師団の編成見直したので生産のラインもしっかり見直します。足りているもの、足りていないもの、これの見極めですね。戦車が足りていないんじゃないかなと思うんだけど、どうだろう。戦車はそうでもないのか。戦車を少しね、量としては増やしたので、あそこに対して、生産のラインのね、見直しっていうものを、まあ、していかなきゃいけないとは思うので、もうちょっと入念に確認しましょうか。足りていないもの、足りているな。自動小銃はまあ割と足りているものの、備蓄はいくらあっても足りないんで、まあこのまま。いや、足りてないね。どれも足りていないっていう結論だけど。まあ、しょうがないな。まあ、これでちょっと様子見しますか。これで一旦様子見しましょう。まあ、どうにもならないってね。そしたらこの後は人的資源のね、まあ、ボーナス得るにはもう少し時間がかかるので、防御力を高めておきます。研究ですね。でさらにタルバ、これが新しいものへとテクノロジーリフレッシュかけられるので、タルバ第3世代の歩兵戦闘車から第4世代の歩兵戦闘車へ、生産のラインの切り替えを行います。で生産のラインの見直しに伴って、輸入の見直しも行いましょう。鉄資源がないって、余ってるんで、これも見直します。ではパキスタン戦の開戦まで時間をね、ズドドドドーと進めていっちゃいましょう。ちなみに今日これ収録してるのは年に1回か2回行くか行かないかという地獄の会社の飲み会の明けた早朝に収録してます。なのでテンションもねだだ下がり、もう昨日の夜の悪夢の飲み会、もう会社の飲み会は本当に行かなくなりましたね。時間の無駄、苦痛。まあでもそうは言ってもサラリーマンなんでどうしても行かなきゃいけない時っていうのがあってですね、まあ、それが今回だったんですけど、まあ、なぜかというと、まず大体会社の飲み会の幹事って若手がやるんですよね。新入社員とか、新入社員がいない部は、まあ入社してね、日の浅い2、3年目の子とかがやると思うんですよ。まあ、そういう子から、ほにゃららさん、いついつ飲み会あるんですけどとか、まあ、メールとかで誘われたとしても、あーパスって言えるんですけど、今回はですね、幹事が部長、謎の部長、さらに部長から夜のね、確か結構遅い時間に電話がかかっていきまして、ほにゃららくん、この日に、ほにゃらら会があるのでぜひ来てくださいと。いや、部長からそんなこと言われたこと初めてだわっていう感じで、もう言いかざるを得ないシチュエーションになってしまってですね、まあ、さすがにそこで、いや、ちょっといけないですっていう、まあ、それがね、社畜の社畜たるゆえんではあるんですけど、もうちょっとそういう状況でした。では、余った研究枠が出てきたので、原子炉ですね。これを作って、イランのその宿願、核保有を進めていきましょう。補給もだいぶ進んできてるね。最終まで入れちゃおう。
物資使用量が減れば減るほど我々の軍の展開量が増やせるので、これはまたとないいい研究内容かなと思います。では、まあ、戦争が始まる前にもう一回外交をね、展開しておきます。前にもお話したと思うんですが、今後のイベントですね。11月16日21時からの予定、で、パワちゃんラジオやる予定です。まあ、もちろんミカミックスと二人でということになると思って、まあ、お時間ある方ね、ラジオの方にも遊びに来ていただければなと思います。で、もちろんラジオの方ではですね、皆さんからのご質問とかも、受け付けてますので、何かあれば、もちろん事前にでも結構です。あらかじめちゃんと回答を用意しておいてね、と、っていうのがあれば、事前に、動画のコメント欄、もしくは、チャンネルのコミュニティ欄、さらには、ツイッターの方まで、お寄せいただければですね、回答の方を用意しておきたいなと思いますので、質問事項あれば、事前でも結構ですし、もちろん当日でも結構なので、お寄せいただければなと思います。それが11月16日ですね。で、その前に香港でマラソン10キロレース、これもツイッターとかでちょいちょいお話している部分なので、ご承知おきいただいている方もいるかもしれないんですけども、まあ、レースの結果もね、その中でお伝えをできればいいのかなと思います。で、12月に入ったらですね、12月の第1週、これね、急遽帯域のチケットを取ったので、タイに遊びに行っていきます。で、クリスマスはね、家族で、過ごして、まあ、奥さんへのプレゼントはもう購入済みです。で、年末年始はフロリダの方に奥さんと、旅行に行く予定になってます、というところですね。で、ゴールデンウィークまで帯域がその後ないんで、まあ、どっか隙を見つけて、またタイにね、遊びに行くの。ゴールデンウィークの前に一回挟みたいなと思います。で、ちょっと今、不妊治療お休み中なんですけど、来年はね、また不妊治療を頑張ろうって話をしてるので、まあ来年は不妊治療も頑張ってね、子供が欲しいなと思ってます。という話をしていたところでどうだろう。パキスタンとの宣戦布告、準備完了したので、早速、戦争を始めていきます。で、旧イラン、トルコ領、ペルシャに関しても参戦要請を行って、しっかり軍を派兵してもらいます。これで一気にね、踏み潰していきましょう。戦いは順調に進んでくれるんじゃないかなというふうには思っていますので、このままというところかな。余った研究枠どうしようかな。産業系で、ちょっと滞ってきている生産のラインの見直しとか、そういったところへのね、プラスのボーナスをかけるために工業を入れていきます。で、最後レアメタル国家方針獲得したら、この後は、先ほど来お話している通りですね、陸軍の方に国家方針を切り替えて、その中でまずは徴兵可能人口のボーナスを獲得していきたいなと思っています。いや、こう見るとあれだね、本当に鉄が全然足りないね。他のものはある程度自国での生産量というか採掘量を増やせたって、多少余裕が出てきてはいるとかなと思うんですよ。さあ、問題なくパキスタン戦は進んでますね。蹂躙がうまい具合に進んでるのかなと思います。
おっと、パキスタン戦終わったね。早かった。パキスタンに関しては、すべての州を割譲で終わり。で、インドとの戦いをちょっと見据えていかなきゃいけないということになりましたので、一旦じゃ あ、今回短めですが、ここまでに、させていただいて、ですね、次回は、この続き、として、まあ、インドとのね、いよいよ対戦を見据えた戦略、戦術を考えていきたいというふうに思います。では、今回はここまでにさせていただきます。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。